越後モグラは、哺乳更新無毛彫目モグラか日本モグラ族に分類される、哺乳類。日本固有種主に、カモ市、五泉市、三条市、柴田市、二一市、ヤヒコ村より、西部の越後平野に分布し、三つ市から栃地市にかけて、隔離分布する。アズマモグラの分布域に囲まれて、隔離分布することから、以前はより広域に分布していたと考えられている。 東道町16.3から1 8 2センチメートル、おなが1.9から3センチメートル。体重112から1 6 4グラム。日本に分布するモグラ科の構成種では最大種。あと足長2.2から2 5 5トル。大きさ以外に差異がないことや、ミトコンドリア DNA の分子系統学的解析では、差異が小さいという解析結果が得られたため、 サドモグラの足とする説もあった。一方で、染色体は生殖隔離を起こすほどの差異があるとして、別種とする説もある。中赤土壌地帯や水田の周辺に生息し、土壌が深く柔らかい環境を好む。主に関係動物を食べるが、ケラなどの昆虫も食べる。繁殖様式は耐性。春季に1回に2から6頭の幼獣を年に1回、産む。補助整備や、 宅地開発による生息地の破壊、あぜ道や農道の改変などにより生息数が減少している。生息地の減少に伴い侵入してきた年に2回繁殖する小型で肥沃で柔らかい土壌でなくても生息できるアズマモグラとの競合によっても生息数が減少している。絶滅危惧アイビールイ、ありがとうございます。